ルカとカリナルと鈴木村です。ボカロ曲イラストやクイズ、イエーイ、任せろー。ということで本日は歌い手グループの皆さん、パスハニの皆さんに、ね、お集まりいただいたということで、うん、まあ、歌い手だからボカロ曲知ってて当然ですよね。まあね、それはそれはもう、まあまあまあ、なので今日はいろんなイラストがあるイラスト屋さん、わかりますか皆さん。うんうん、はい、イラスト屋さんのイラストを使って私がボカロ曲の歌詞を表現してきましたので、お、はい、ちょっと歌詞をいっぱい思い出してもらって、あ、この曲だっていうのを当ててもらいたいと思います。早押しクイズでございますので。なるほどね、まあまあまあ、なるほど、はい、1問目はまあめっちゃ簡単。ほんと？うん、じゃあいくよ。第1問、てん、はい、あ、おはよう、しかった、落ちました、え、わかったとか言いそうだった今。はい、カナリアのキングです。あー、正解です。え、それはそんな、そこからなんだ。そんな簡単でいいんか。これ一番簡単だから、ちょっと安心した。なんかもっと深読みして王が登場する曲とかかと思ったらもうまんまだった。続いてちょっと難しくするか。第2問、頑張れ。これはね、でも、うんだ、ちょっと待って、あの、あーってなるかな。なる？真ん中何？わかんない、わかんない。なんか何してるの？血圧測ってる。なんだ、でも指になんかつけてな。なんだろう、指輪？機械の上がね、ポーンってなってますけど、これ怒られるかもしかして。嘘発見器的な。あ、いいぞ。嘘発見器がヒント。これ花は、なんか理由があるのかな。バラ。これなんかあれか、これ臓器かと思ってた。最初に思ったけど、よく見たらいや、鼻か。じゃあ、鼻なんだ。はい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 、一番左は、あの、本物の鼻じゃなくて、造花です。はいはいはい、造花。はい、それがヒント。あー、おるか。え、積み木のフォニー。正解。ま、切れていいだろ、これ、切れていいだろ。バカどこがだよ。まず、この世で造花より綺麗な花はないわ。で、造花でしょ。で、すべて嘘でできてる。のポニーだなほら、しか知らないなって思って、造花で出たって言って分かった時点でそれはもう正しい。あの、質問なんですけど、佐藤のぞみさん、はい、え、これがあと全部こんな感じなんですか。はい、そうですね。頑張って。分かるわけないだろ。ちょっと出来物問題、収録不安だな。ちょっと怖いね。分かった、もうちょい簡単なやついくか。あ、頼みますよ。はい、キングすごい安心感あったもん。第3問、キングから、うん、これ簡単。お、イサナのメンヘラじゃないもん。素晴らしい。すごい、オルカちゃんすごいね。これはね、メンヘラじゃないもんですね。パオなんて言わないもん。言わないもん。なるほどね。ああ、それでバスがね。はいはいはい。そうそう、これまあめっちゃ簡単っすね。じゃあこっからちょっと難しくしていいっすか。えぇ、ー、から難しくなるの、さらに。まだ順応してないんで。あのね、のぞみちゃん、聞いてほしい。僕たちは1問目のあのキングが来て結構安心したの。あ、そうそうそう。これなら解けるって思ったの。でもなんか2問目から、おや？頑張って。頑張ろう、大丈夫。君たちは歌い手だ。歌詞を思い出せ。分かった、じゃあ最後に難しいの持ってって、うん、簡単なのにしてあげるよ。分かった分かった、ありがとうありがとう、はい、じゃあそろそろね、オロカ以外の2人もちょっと答えてほしいな。そうね、ちょっと感触をつかみたいな、正解の、ね、じゃあ僕はちょっと、ね、腕組んで見てるわ。じゃあ第4問。ええ、これ分かるでしょ。なんかインタビュー受けてて、結構右から2番目、何、なんか髪の毛が大変な枝毛じゃない。あ、僕分かった、腕組んでます。これ何で、このインタビューの右側のやつ、これ分かるよね。いや、もう結構簡単だと思う。ゆきまるちゃん分かる、これ。いや、全然分かる。左から2番目もこれ、何これ。そう、これ謎じゃない。でもね、歌詞で分かるよこれ。うん、まあちょっとあの左側はだいぶヒントで入れてる、優しさで入れてあげた感じですね。本当は右だけにしようと思ったんだけど、それは切れられるなと思ったので左側を入れてみました。まあ右だけだったら切れていいね。左で分かるって大ヒント。分かる、左だけでよかったかもしれない。左だけでも分かるのか。いや、もう答え出てるけどね。出てるけどね。だいぶ言ってるよね。言ってるね。歌詞言っちゃってるもんね。この右のやつなんだろう。なんだこれ、なんだこれ、何を表してんだこれ。あー、なるほどね。なるほどなんだ、分かれば。ください。なんだ、3、3、2、1。分かんない。分かんない。これ何ですか。
ていいですか。では、おろかさん、答えをどうぞ。はい、ピノキオ P の匿名 M です。ピマピポン、大正解。髪の毛あれでしょ、毛量多くて嫌になっちゃうんとこでしょ。そう、毛量多くて嫌になっちゃう。あと発音が苦手なので、歌姫と言われるとの歌姫ですね。いや、これ難しいよね。でも、だいぶ左はヒントで、一番最初の歌詞でね、うん、本日はインタビューよろしくお願いいたします。まあ、現実世界の子ではないので、初音ミクはだから、世界の中の女の子、そういうことなんだ、これ僕知ってるけどさ。いや、むずいよね。そう、言われたら確かにってなるけどな。歌えてないでも、愚か以外ちょっと活動。いや出身は一緒かにもちょっと。でも愚か分かってくれるもん。いや、これ私が作りたいし、キモいから分かってるだけかもしんない。じゃあ分かった、続いての問題いきますよ。あと2問しかないからね、はい、いい？ちょ、頑張ろう。もしお無双しちゃったら第5問てれん。でもこれ化石。いや、もうね、マリナルすごいよ。お前はすごい。なんでいけないのかわかんないもん、逆に。ね、なんでいけないんだろう。私も教えてほしい。オレオレ詐欺。これね、多分ね、めっちゃ難しい。でも、1個目が分かったら、ポポポよ。化石でしょ。僕もわかんない。マジか。詐欺。これ怒られちゃう。カラバコ。ね、直接的すぎてもよくない。感じなきゃ。はは感じるんだ。感じる？みんな知ってる曲でしょ？絶対知ってる。ヒントいる？ヒント。え？わかった！ひらめき力。でも僕はちょっと腕組んで見てますよ。あ、ほんと？ガイグ。あ、ゆきむらちゃん。お！え、キュークラリン？大正解！すごい！すごい！まあ、歌ってたもんね、ゆきむらね、キュークラリン。そうね。さすがですね。なんか正解してもなんか釈然としないと。わかるぞ。ね、化石になっちまうよでしょ。で、取り繕うっていうので、まあ詐欺みたいな偽物で。僕ら怒っていいよ、のぞみちゃんに。ね、ちゃんと笑えなきゃね、でちょっと口を押さえてね。いや、そうね。空っぽね。そう。空っぽが埋まらないこと。そうですよ。いや、なんか、もう怒った。素晴らしいですね、歌い手って。まあでもほら、佐藤のぞみが一生懸命作ってくれたって思ったら、なんか、まあ、いっか。ラスト問題。これなんと、情報が一番多い。ヒントが多い？でも分かりやすいけど、難しいって言ってなかった一番最後。まあ、難しいから多くしてあげた。多いのか。なるほどね。そういうことね。そう。じゃあ僕も腕を組まずに行かせていただきます。ヒントはなしでいきましょう。うわぁ！でも分かる気がするけどな。私は分かるもんだって。そりゃそうか。それはそう。それでは、最終問題、こちら！何あの下のなんだスゴロク？なんかひらめいてる。なんか惹かれてるんだけど。ね、恋して破局してスゴロクやって。みんなも考えてみてね。ヒント。みんなもヒントなしって言った。ヒントなしか。もう1時間でも考えよう、僕らで。兆候。早押しの意味ないな、これ。ね。惹かれてひらめいてるのかな。わかった。わかった。わかったのかと思った。高い。ほい。そうなんだ。じゃあ割と忠実なんだかしに、これ。そう。まあキングくらい忠実。そんなに？じゃあ分かりたいな。初手で振られてるからな、こいつ。恋愛ソングなのかな、じゃあ。どうかな。僕めっちゃ惹かれてんのめっちゃ気になるんだけど。あれだけちょっと違うもんね、なんか、ね。違う。惹かれる曲は1曲しか知らないんだけど、絶対違うだろうし。あ、ま、え？え？ちょっと待って、考える。ちょっとみんなすぐ出てこないだろうから考えるわ。いや。一回行ってみようよ。はい。したらもう素晴らしい。はい、おろかさん。あ、でも違うかも。キムの人生リセットボタン。残念。違うか。なんだ左下。有名で誰でもわかるって言ってるからね、のぞみちゃん。そうだよ。ギブアップの場合はギブアップと、皆さん3人で叫んでください。叫ばないよ。叫ばないね。動画なんていくらでもカットできる。何時間私たちが考えたかわかんないからね。5分で分かったってことにできるから。そう。いや、僕この後予定ないよ。何時までも行けますよ。今うちにベイビー2個来てんだ。一人ぼっちで向こうの部屋で寂しく待ってるから。でも最後の問題やっぱ気持ちよく決めたくない？決めたー。決めたいね。すっきりしたい。
なんかさ、一つの言葉のさ、あの意図を教えてよ。一つだけ？じゃあどれが知りたいか相談して一個だけ教えてあげる。下じゃない？下の段じゃない？下の、下の段だね。あの二つ。左の方がヒントになるかな。つなぎの部分。左にしてみるか。うん、じゃあ左、一番左下で。はい。左下は人生ゲームで人生を表してますね。これはね。あー、やっぱゲームじゃないんだ。人生ゲームなんだ。人生のとこなんだ。ね、これはもう分かったよね。ちょっと1時間考える時間ください。長いな。何にピコンってしてんだ。何にレガリもその顔させろよ。ずっと上の顔してる。ポーンってあ、わかった。あ、はい、オロカちゃん。ピノキオピーの髪っぽいな。バカだろ。答えられるわけないだろ。答えられるわけないだろ。すごい。愛のネタバレ、別れっぽいなってこと。そう。人生のネタバレ、死ぬっぽいなってこと。全て理解して、そう。わずらった。うわ、わかんないわ。切れていいよ。え、でも見たらわかるでしょ。いや、見たらわかるけども。ごめん。逆に私ちょっと今日答えられなかったから、うん、私が出題者でやりたい。なるほどね。いいよ。うん、そう、わかった。じゃあ今度はマリナルが問題作って、うん、第2弾同じメンバーでやりましょう。はい、次こそは。ということで次回のボカロ曲イラストやクイズでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバ